久我さん？五色さん。昨日のことですが、久我さんが。しなきゃと思って考えて、気持ちは嬉しい。今交際とか結婚にいいイメージがなくて、勝手に決められた婚姻とかそういうのすごく嫌だな。あなたが前に言ったみたいに、その方がお互いのため。久我さん、もう大丈夫ですから。さんに対しては俺も正直にならないと。でもあなたを好きになってしまいました。俺と付き合ってみませんか。付き合うとは男女交際的。気持ちだけ伝えたかったので、今後のことは。おいおい、今後。五色さん、大丈夫ですか？ときめきで止まりそう。ダメだよー。